タイガース戦の5回、メジャー自己最速となる球速 101.1 マイル、約163キロの球を投じた、エンゼルス、大谷翔平イコール30日。米デトロイト、共同エンゼルスの大谷翔平は30日、デトロ。糸でのタイガース戦に先発で5回83球を投げ、3安打1失点。5三振3四球で勝敗はつかなかった。防御率は 3.18、チームは1-6で敗れた。大谷翔平の話、1回から苦しかったが、なんと、試合は作っていけたのかな。ボールの状態も、投げ心地もだんだん良くなった。降雨中断はあまり経験はない。これから先、何回もあるかもしれないので生きてくれれば、共同、